フィギュアスケートの全日本選手権、長野ビッグハットのアイスダンスは27日、出場5組によるフリーダンスが行われ、リズムダンスに伊波新の注目カップル、金田井村元成中27&高橋大輔34イコールともに、関大 KFSC 組は 84.03 点をマークし、合計 151.86 点で2位で大会を終えた。首位発進の夫婦カップル、小松原美里28イコール倉敷 FSC& ティム・コレト29、小松原村組が優勝した。5組14番目で金田井がリンクに登場。手をつなぎ、見つめ合う二人。演技直前に村元が英語で発した言葉は、天国で会おうだった。フリーダンスのテーマは、クラシックバレエ、ラ・バヤデールの主人公の舞姫ニキや、戦士ソロルの愛の物語。村元は淡いピンク、高橋は演じの衣装に身を包み、幻想的な世界を優雅に、そして情熱的に演じた。前日に痛めた村元の左足が懸念され、リフトで高橋が体勢を崩す場面もあったが、フィニッシュすると充実の表情で見つめ合った。試合後、村元は無事に滑り終えて、ほっとしていますと、第一声。高橋は、こんな状況で全日本という大きな舞台で滑る経験自体が次につながると思いますと言いつつ、ミスしたことには正直かなり悔しいですけど、この悔しさを次に生かすしかないと思っていますと前を向いた。また村元は自身が発した天国で会おうという声かけについて、ストーリー的に天国という妄想の世界で二人は踊る、ジョークっぽく緊張を和らげるために言いましたと話した。足の故障で心配をかけたパートナーへの思いやりが詰まった一言でもあった。